中山王国は、現在の那覇市、浦添市を中心に主に、沖縄県中上郡に存在していた王国。なお、宮山の統一、琉球王国成立後も、国語及び王号の一つとして用いられた。春秋時代の中国にあった、中山国とは、無関係である。琉球王国では、中山王国を築いたのは、天孫子とされるがこれは伝説である。 映像王道に入ってから次第にアジをまとめていったものと考えられ、サットが中山王になる頃まで形成されたと思われる。浦添アジサットが映像王道を滅ぼし、サット王道を開いた。サットは浦添に都したと考えられている。サットは1372年に初めて中国に徴工した。サットの生死である時代の船は1383年に、 琉球国中三王の玉物印を受けている。その後1406年、ブネーが小橋によって撃たれ、殺到王とは滅ぼされる。中山王子院はそのまま、小師匠、小橋に継がれたという。また、民に対して、施設を送り、ブネが没しその聖手橋が王位を継いだと、偽りの報告をしたため、そのまま、中山王位を継承することになった。 琉球統一後も、自称、多少もに、王号は、琉球国中三王であり続けた。サッ王党までは、裏添えに都したが、サッ王党が滅んで間もなく、昭和氏が首里に遷都したと考えられている。なお、昭和氏は父である、昭和史を、中山王とした。第一直し王党の始まりである。1416年には、北山王国を、 昭和氏の大の1429年には、ナムサン王国を滅ぼし、宮間の統一を果たした。琉球王国の始まりである。琉球統一以降は、琉球王国となる。ありがとうございます。